エントリーナンバー1014、本州最北端陸奥からやってきた川口修太。なんと、なんと嘆かわしい。私の言葉を理解することができないとは。青森県の陸奥市から最寄りの新幹線の駅まで1時間半かけて、車で1時間半かけて、新幹線で3時間かけて、もうお尻が痛くてしょうがなかったですね。ロービジュアル系に特化して、もう声もすごい方いらっしゃるじゃないですか。私の場合ほら、もう顔もゲのゲ、体型もゲのゲっていう感じなので、実力でやっていきたいなとは思ってます。青森の静かなる巨人が東北魂で転生を目指す。陸奥市では松山ケンイチさんしか有名でねえけど、わも絶対有名になってやるしけ、見出てけせ。